もうこのクソゲー暗唱しようかなと思ったらさ、なんとコラボイベントが始まって、何とコラボするのかミニゲームやらないとわからないらしく、クリアすれば SSR のキャラがもらえるらしいけど、もう何回騙されたか数えきれないし、どうせ難易度バギモンの無理ゲーだろうし、もう期待なんか1ミリもしないんだけど、まあ無料だし、暗唱する前に最後やってやるかって感じでコラボイベントやるわ。何度も言うけどさ、暗唱するやつ大体次の日もやってるから。いやマジで今回は暗唱するから、明日もやってるとか絶対ないから。綺麗綺麗。ギコギコはしません。ミニゲーム、タイミングよくタップして、2.5 条悟るを5条悟るに戻してね。阪神レシプルバースをしすぎだよ。早すぎるって、もうこんなん誰もタイミングよく合わせ。元気ピンピンだよ。ゲーム、クリア。クリアできたー。全員めぐめ、せん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 。きたー。神ゲーすぎる、明日もやるわ。ちぎれ。ちぎれ。僕、最低だから。うわなんだこれは。神引きが見えん。SR すら肝心。違う。爆死が見える。爆死を感じる。いつまでも爆死の情報しか完結しない。なんだこれは。わしの首をちぎる演出と、爆死の確定演出いらんじゃろ。このドブガスゲー作って、つ人の心立たないが。これ、純平は、強い。いや、これどう見ても弱いだろう。せめて真人に改造される前にしろよ。それと純平のランク W ってなんだよ。相場は R とか SR とかだろ。なんだよ、W って。笑えるから W なんじゃね。こんなん10連で10体来たら誰だって笑うだろ。撃て。はい、お疲れ。解散。神引きかー！マジ？おーマジ！ SSR 確定だよ！やった！SSR 確定演出じゃ、これは期待できるぞ！は？きっしょ！なんで SSR 生子なんだよ！待てと！どういう計算方法でこれが神引きになんねん！もうね、たまらんねん！これ、生子は強い。なわけねえだろ！そもそもラインナップに生子を入れるなよ！残り9体が改造された準備だし、どういう計算方法でそうなんねん！もうね、たまらんねん！そのたまらんねんねって松本人志、生子に死ね、まずこの2文字。まあもうしゃあない。やっと当たった SSR が生子でショックだが、まあとりあえず一回使ってみるよ。ずっと倒せなかった速攻戦、まだ何も強化はしないけど、まあ SSR ならそこそこいけ、ゴゴゴゴゴゴーク！ゴークダメージでワンパンなんですけど、特急なんて難しい！なんだと5億ダメージ！いくらなんでも強すぎるだろう。ナマコのくせに不愉快だ。不法気前の知れ者が！残りナマコは強いって言ったのどこの誰だよ。このゲームには W ってランクがあってさ、調べてみたらワースの W らしく、和訳すると最低最悪なんだよね。そんで最初の10連ガチャは W ランクの改造された純平10体。2回目の10連は W ランクの改造された純平9体も最低最悪がすぎるよ！改造された純平以外のキャラもっと出せよ！外れ枠が改造された純平一択でつまんねえよ！まあ、てか SSR のナマコのナマコ苦戦が5億ダメージ出る強キャラでよかったんだけどさ、まあ、ちゃんとしたキャラ欲しいよな。ナマコで無双したくねえよ。とりあえずまた10連ガチャ引いてとするかってもまたガチャ引くときのエースがひどすぎる。もこのゲーム作ってるやつ人の心とかないんか。ここ弱いんだって。勇敢陣地王、勇敢陣地王。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。え、待って、これ SSR 確定来たんじゃね。これは期待できるぞって。おい、なんで抜かれた気が SSR なんだよ。気は確かか。きっしょ、なんで純平と一平がいるんだよ。ほんとだ、ハズル枠に一平が追加されてる。しかもちゃんと W って。そんなことはどうでもいい。なんで花火の抜かれた木が SSR なんだよ。気は確かかって。ん？植えますか？どういうこと植えますかって。よくわからんけど植えますに選択してみるか。抜け。まさかこれ抜いたら。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。勇敢陣長、勇敢陣長。システム栽培マンかよ。神ゲーかこれ。ん？100連ガチャにバンプしますか。一平は黙ってろ。初
初めてこのゲームで10連ガチャした時は改造された純平しか来なくて、2回目の10連ガチャはナマコ SSR が当たったけど、改造された純平が9体で、このゲームは SSR のキャラ以外全部改造された純平なのかと思いきや、ふいに前回の10連ガチャで純平じゃなく一平が当たったわけよ。そんで一平が当たってからさ、毎回タイトル画面で100連ガチャにバンプしようってうるせえのよ。いい加減しつけえから、しょうがなくやってやるよ。100連ガチャ回すんだから絶対いいキャラ来いよ。結局一平の沼に落ちて草越えて花火吐け吐け。相変わらずガチャの演出きしょいな。マヒトの王道とか誰得だよ。100連ガチャだからゲロムすぎる。投げよ。は？これぞ夜景シー水原、人生山あり大谷あり。いや、いくらなんでも雑すぎるな。なんだよかける100って、ふざけんなも大概にせよ。ん、ボーナスステージ、やっぱありはない100連ガチャだからな。これは期待できるぞ。取りすぎロイル、スタート。取りすぎロイル、リコリスリコイルの特急物か。また気持ち悪いミニゲームが始まったか。まあ、頑張ってやってみ。ゲームオーバー。悪量多すぎだろ。無理ゲーがすぎるわ。今回の10連ガチャはすごいぞ。10連ガチャすると神引き確定みたいなんじゃ。これは期待できるぞ。神引き確定ではあるけど、SSR 確定ではないからな。つまり運営にとっての神引きが改造された純平10体の場合もある。俺は改造された純平10体の神引きを願うよ。やっぱ引くのやめようかな。でもやってみないとわからん。わしは神引きを信じる。デスニーレオしてやるぜ。触れ触れ。あとは頼みます。貴様は今、俺という地上で最強のデュエリストを敵にしているということだ。超人無敵最強神だ。神引きってそういうこと。神のキャラ来たんですけど、斜め動画9体やけにに斜め地の巨神兵が召喚されたんですけど。神だとあまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。神引き確定ではあったけど、まさか神が確定だとは思わなかったよな。まあ、とりあえず早速使ってみよう。ホット発動スライダー。ダメージ無限！無限だと？ゲームバランス五条悟る爆弾より変わりすぎだろ。神を生贄にしやる。三枚に下ろしやるからな、ナナミックスの巨神兵。あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。前回の10連ガチャはなんと神キャラ、ナナミックスの巨神兵が当たって最高だったんだけどさ、さすがに攻撃力無限で強すぎて運営がゲームバランスの調整してナナミックスの巨神兵ナーフされちゃったのよ。それでも神キャラだし強いだろうと思いきや、まさかの神から神にナーフされたってわけ。調整下手か。いくらなんでも神から神は頂点からどん底に落としすぎだろ。魔王との人生かよ。しかもゲームバランス調整がもう生声 SSR がティアーみたいだし、このゲームの運営はどぶかすすぎる。でも10連ガチャがやめられない、止まらないカッパイ見て。今回の10連ガチャはなんと絶対に爆死しないイベントなんだ。これは期待できるぞ。爆死の匂いがプンプンするぜ。引け引け。バート通った小目にカービルの5階へ突き刺さる。車体が私に当たった瞬間、倍の力で跳ね返した。嘘みたいな美少女が嘘じゃないぞって笑ってる。私は無傷で両目を見開き、小目にとばわを鼻で笑った。じゃがいもでいいかよ。確かにリカちゃん爆死しなかったけど、俺が爆死してるんですけど。ソシャゲガチャの確率相場ってだいたい SSR2%、SR8%、ハズレ約 90% なんだけど、このゲームは SSR1%、ハズレ約 99% と頭沸騰しそうなほどゴミゲーでさ、クソゲーが過ぎるんだよね。いや、こんなことで沸騰するとか、頭ティファールかよ。あと、ソシャゲにハマってるやつあるあるで、ゴミゲーなの、クソゲーなの、暗殺するなの、散々わめき散らかしておきながら、結局やめずに毎日ログインしてちゃんと課金してるの、なぜなぜ？次こそ SSR 当たる、次こそ当たる、次こそは、なんで当たんねんだよ、死ね！そんな毎日を繰り返して当たるまで終わりてんなのさ。こうやって特急事物、いただきギャンブラーリリヘイが爆誕したのか。ジャッカリ一平が悪魔艦隊されてて草越えて花見だが、そんなことぶっちゃけわしはどうでもいい。今回のガチャイベントはなんと SSR の確率 50%、 発力の確率 50% なんじゃ。つまり10連で5回 SSR が来る確率、これは期待できるぞ。何度も期待を裏切ってきたこのゲームにまだ期待できる。お前が期待無意天平ブギウギガチャスタート。触れ触れ。ブをわきまえろ、知る者が。助けてー。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 無意天平ブギウギガチャスタート。触れ触れ。
分をわきまえろ、知る者が。助けてー。無意天変ブギュウギガチャスタート触れ触れ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 分をわきまえろ、知る者が。助けてー。このクソゲー見たぜよ、ワンソス。だいたいソシャゲガチャには10連勝 SR が必ず1体当たる最低保証、100連ガチャは好きな SSR キャラが絶対もらえる天井的な最低保証と天井があるんじゃが、このゲームには最低保証と天井がなかった。でも昨日の大型アップデートで最低保証と天井が追加されたみたいなんじゃ。これは期待できるぞ。最低すぎる保証が天井するに1票食え食え食え。相変わらずガチャの演出キッショー、なんでゲロボール食わすんだよ。一気に10個もゲロボール大丈夫か、ゲロスグル君。助け助け、お前助けか、はあ、久しぶりだな。もう50年以上経つのか。助け、お前が死、そうか。誘ったな。10連したくてうずうずしてたろ。ソシャゲ依存症のやつは最低保証を作ると簡単に乗ってくる。ほら、約束の最低保証だ。助けて、助けてやる。なんで助けが SSR なんだよ。漏れなく助けは天国に現着してるので使用することはできませんとか焼き殺すぞ。天井まであと4451連、思う存分食べようじゃないか。天井まであと4451連ってお前渦巻き作りたいだけだろ。天井の高さかりんとうすぎるよ。誰も天井いけねえわこれ。ソシャゲ界隈ではさ、バグが発生した時や、メンテナンスが遅延した時、あるいは運営上に何らかのミスがあった時に、ゲーム内で使用する通貨やガチャチケット、アイテムと交換可能な石やジムなどをお詫びの意味で配布することをわびしと言うんだけど、今回このゲームでも初めて、運営がバグの修正とかメンテナンスするのめんどくさいからわびしで管理してけろとわびしを配布することになってさ、バグの修正とメンテナンス放棄してわびし配布、タイタと律儀のハーフか。まあなんでもいいさ、当たれば SSR 確定のミニゲームチケットを無料で配布してくれたんだからな、これは期待できるぞ。させよかったな、わびしもらえて。一回パパグロ殺した意味、いきなりダットのミニゲームでよかったろ。ダットは何割だかな。え、こんなんでいいの、思いのほか簡単でよかったわ。6ワット正解、次は本番だよ。その調子で頑張ってね。よっしゃ、ミニゲーム簡単で助かった、絶対に成功しよう。ダットは何割だかな。あ恐ろしく早いダット、俺でなきゃ見逃しちゃうね。ソシャゲ界隈ではさ、1000万ダウンロード突破記念、1000万ダウンロード感謝キャンペーンとかボーナスイベントがあったりして、ガチャチケットとかジムとかを全員にプレゼントしたりするんだけど、このゲームでもついに突破記念があって、4人ダウンロード突破記念、ミニゲームチケットを全員にプレゼント。いや、このゲーム4人しかやってなかったの。確かにドブカス系ではあるけど、4人って少なすぎん。差し入れに持ちこたえてるのが逆に気持ち悪いわ。少ないにはソシャゲより差し入れ券だろこれ。その少ない中に少なも入ってます。マスとスッケンとあと2人バカ誰だよ。ソシャゲ界のタイタニック号に乗ってるこの視点のでいつかオフ会したいね。まあ別にそんなこと、わしはぶっちゃけどうでもいい。今回のミニゲームは難易度がイージーで、クリアできれば SSR のキャラがもらえるらしい。これは期待できるぞ。抜け抜け抜け。キッショ、なんで抜くんだよ。何のキャラがいたかな。タマかな。タマット。正解、次は本番だ。次も誰もが知っている国民的人気キャラクターだから、その調子で正解してね。よっしゃ、誰でも知っている国民的な人気キャラならわしでも知って。はえ、わかんないんすか。嘘でしょ、ジョーコさんわかんないんすか。あの国民的人気キャラですよ。さすがにこれわかんないのやばいっすよ。いや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 、待って待って、こんなキャラ日本で人気だった。マジで言ってんすか、ジョーコさん。ドラえもんと肩を並べるほど人気キャラですよ。そうなの、こいつが。前回このゲームは全世界で4人しかダウンロードしていない衝撃の真実が明らかになったんじゃが、さらに今回衝撃の真実が明らかになって、なんとアプリの国内売り上げランキング1位だったんじゃ。いやなんで、わしとスックンそこまで課金しとるらしい。あとのバカ2人どんだけ課金しとる。このゲームで頂点に立つ者はほんの数億借金しても恐怖を持たぬ者。めぐみの先生わかったわ。まあ、ぶっちゃけわしはそんなことどうでもいい。今回もまた4人ダウンロード突破記念でミニゲームチケット開封された
んじゃ。ゴキブリがわかる簡単なミニゲームみたいだし、クリアできれば SSR のキャラ覚醒、これは期待できるぞ。撃て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 。あ、これ期待できないパターンだ。演出がドブがすぎる。撃たずに暗殺したい。撃たないと殺す。ここで撃てない。わかったわかった、撃つからさ。イリムのやつやめて。うわー、ミニゲーム天国に現着しよう。ルールは簡単、風が避けて天国に現着せね。なるほど、ただ避けて上に行けばいいのね。よっしゃ、簡単ですか。ゲームオーバー。あ、初見殺しがすぎるよ。こんな一発で誰もクリアできんぞ。死にゲーなら8番出口みたいに何でも周回させるな。これ何でも挑戦できるよ。クリアできるまで頑張ってね。え、マジで。よっしゃ、運営最高だわ。今回はクリアさせてくれるみたいだから頑張る。ゲームオーバー。なんだろう、気のせいかな。さっきより早くなかった。失敗するために倍速します。やっぱクリアさせる気ねえだろ。このゲームは4人しかやっていないのに、アプリの国内売上ランキングがぶっちぎりの1位で、なんと月間2300億。イーロンマスクの資産額かよ。毎月このクソゲームに2300億課金してるバカ誰だよ。私がした。オールマイトのノリやめろ。お前ヴィランよりヴィランしてるんだから。ミスタークレイジー、ヴィランヴィラン。そっちのヴィランちゃうわ。ってか2300億もどうやって稼いでんだよ。それとこのクソゲームに課金する意味。監視カメラに呪霊は映らないからね。銀行や宝石店で呪霊をばらまき、呪霊たちに窃盗させまくっただけさ。あとこのゲームに課金した意味かい。そりゃ面白いと思ったからだよ。4人しかダウンロードしていないのにセルラン1位だったら笑っちゃうよね。たはー。お前こそ孫奥でなき。ミスタークレイジー、ヴィランヴィラン。ぶっちゃけました。そんなことどうでもいい。今回からログインボーナスが決まって、クリアできれば SSR のキャラがもらえるミニゲームチケットが配布されたんじゃ。これは期待できるぞ。毎回思うけど、クリアできればって絶対運営上げる気ないだろ。 SR でいいから普通に起こせよ。押せ押せ押せ。イオカンチンチョー、イオカンチンチョー、イオカンチンチョー。ミニゲーム、世界的に有名な偉人を反対語で答えてね。それでは問題、この人は誰かな。こいつは確か、ピカソ、んで、ハンナミのように反対語にすると、ソカピ。答えはソカピや。ソカピ。残念、不正解。正解は、ソカピースイルドーダニリトマシリンサラで、ノーアキスリクンキスリクスオディメレスロで、アーリマノーセムポネンアホラウパデコスシンラフセホゴエイデロブパ。イオカンチンチョー、イオカンチンチョー。ゲームオーバー。ピカソの売れも反対からいいやつ、ゼロ人説だ。できねえよボケ。昨日このクソゲーが大型アップデートして何か変わったのかなと思ったらさ、タイトル画面が変わってさ、わしの眼球はタップでスタートになってて、タップすると黒線打つんよ。黒線。こんなしょうもないことに大型アップデートすんなよ。わざわざわしを失明させてからゲームさせる意味。ちな、これ課金すると極門鏡の眼球にも黒線できるみたいよ。これが俺のタイトル画面。課金させるとこ他にもっとあったろ。大型アップデートが中止を帯びに SSR がもらえるミニゲームチケットが配布されて、なんと今回のミニゲームは誰でも答えが分かるらしいから、ついにクリアできそうなんじゃ。これは期待できるぞ。誰でも答えが分かるならいちいちミニゲームにすんなよ。普通に SSR のキャラ配れよ。殴れ殴れ。ホットハンド。取れた歯の数と配置は、こんなん誰でも見れば分かるでしょ。5秒以内に答えてね。これは簡単だ。誰でも分かる。答えは全部ちゃんと話聞いてましたか。私は取れた歯の数と配置を聞いているんですよ。取れた歯の数は28本。取れた歯の配置は中切歯、側切歯、犬歯、第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯、第二大臼歯、第三大臼歯、かっこ親知らず。こう答えるのが筋でしょ。ゲームオーバー。5秒以内に答えられるか。たしまいざこうとがりあうちょしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃ。マイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。